のミュ先生ってまあそのリンリンちゃんって言うんですよ。リンリンちゃんって呼ばれてんだ。あのそれはね別冊マーガレット時代のあだ名なんです。ほう。別冊マガレット時代はこういろいろ作家さんにこうあのニックネームがついてて、あの川アキ先生とかはこうウルフアキちゃんとか。そうなんだ。そう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 。なんか市川淳先生はジュネ様とか。ほうほう。でまあミュー先生はこうスゼなのでリンリンちゃんって言われてます。へでもそのミュー先生が もうガラスの仮面のマヤだったって僕はもう絶対思ってるんだけど、えっとまず三うちつで先生のその生年月日とかな、千九百五十一年の二月二十日生まれ、大阪出身なんですけど、そこなんかレイちゃんあるみたこれあれですか？あのね、俺もそうキーワードだと思ってんですよ。五十一年大阪やばいよなって言って。そうなんですか？そうなんですよ。それちょっと後でじゃ説明しますね。あ本当？はいじゃ流れでちょっと。あじゃ流れはね。じゃ俺その話後でやるんで。あのねその。 小学校の頃ね、いまだ一般家庭にこうテレビが普及していなかった頃に、もうとにかくね三内先生はもう菓子本屋さんにどっぷり使ったわけですよ。菓子本屋さんって今の若い人は知らないと思うけど、昔はいっぱいあったんだよね。いっぱいやったの。でもう近所に五六軒ぐらいあった菓子本屋さんのもう漫画を片っ端から読み漁るっていう少女だったらしいんですよ。でね、その頃世間っていうのはその漫画は悪書って言われてて。 もう漫画なんて読むとバカになるって言われててなんか結構読むのも肩身が狭かったらしいの。でもうなんか小学校の校庭で生徒から集めた漫画雑誌を山と積んで燃やされたりしたのってひどくない今じゃ考えられない。レンジのそう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 いう時代だったらしいんですよ。でましてやね漫画を書くなんてもってのほかだったの。でもうその三内先生もとにかく借りたい本も山のようにあったんだけどお小遣いだけはどうしても足りないわけよ。 だから近所の歌唱屋さんをはしごして毎日十冊以上立ち読みをして楽しいもうそれはもう一画面出てくるやつですねでそのミュージアム、ね、ですよね、はい、漫画に関する限り、はい、一度読んだら全部記憶して、うん、授業中の頭の中で漫画のページをめくって読んでた人なので、ねはい、こ,これマヤですつばき姫三 <laughs> 時間以上の舞台をすべて暗記するそんな、はい、でねその最初のページから最後の一ページまで 小回りからセリフセリフの吹き出しの形まで写真撮ったように頭の中に入るんだって完全にマヤですよでしょはいでもねちょっとわかるんで俺も少しそういうとこあったからあ、本当。本当に好きな漫画を何度も読んであ頭の中に覚えちゃってで授業中それめくって読んでたことあっただからなんかねこの辺ちょっとわからないではないただここまで僕は完璧ではないけどうんで まあそのうちそのお小遣いだけはもう足りなくなるわけですよはいはいで、カッション屋さんにつけとかで借りちゃってつけで貯まっちゃったのってはいはいはいおいおいなんだけどはいはいで、それでこう親に怒られちゃってうんカッション禁止令がね出たんだってはいはいはいで、ミニウ先生は考えたわけですようんどうすれば大好きな漫画を読めるかうんうんで、はってなったわけようんそうだ、読みたいものを自分で書いて自分で読めばいいとはいはい、きましたもう自給自足ですよはいはいはいでも、 まあこの欲しいものがあったら自分で作るだから自分が読みたいものを書くっていうのが三内先生の創作の原点なんだってそれから学校でも休み時間とかに夢中で漫画を書いてクラスの子とかに回し読みしてたんだでも僕らもやったよね。で三内さんがね「続きはどうなるの?」っていう反応がもうとにかく嬉しくてしょうがなかった。 職員室に行ったらこう自分の増してた漫画があってドキッとしたら先生が「おいみうち続きどうなんだ?」って言われたりもするともうたまんなく嬉しかったらしくて。わ、はいはい、かりますね。で、そのねあの、これもまたマヤだなと思うんだけど、うん、その勉強でも運動でも取り合がなくても漫画だと喜んでもらえるっていうことにすごいやっぱり感銘を受けちゃった、うんはいはい、マヤですね。はい、これもマヤだよね。マヤだですね。で、その谷野の先生に「みうちお前漫画家になるのか?」って言われて、はいはい、その時に あそううだ私漫画になろっって思ったの <laughs> この辺のなんかちょっとこうワンテンポずれてるところもマヤっぽいので <laughs> <laughs> そうで<だ> <laughs> 私女優になろうってそ,そうそうそうこれで初めて思ったっていやその前から思ってなかったのかっていうところとかちょっと突っ込むんですけどなんかそれでこう気づいて <laughs> あそうだ私漫画になろうって思ったらしいです、うん、中学の頃はい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 で、うん、そう高校入学してすぐにですね、うん あの親と約束したのって高校2年の12月31日までにデビューするから、うん、それまではとにかく黙って漫画を描かしてくれと。 すごいねね、うん、リミットを決めたんだでもなんかそれをちゃんと親が許してくれたらしくてでもそうに言わないとね漫画とか書いてられなかったらしいんだよ。いやなんかさそのさ、うん、マヤのお母さんのさあの厳しさとちょっとな、うん、情けなさとみたいなさ、うん、優しさとみたいなさ、うん、未熟な母親の感じあるじゃない <laughs> 出てくるじゃない。やっっぱりだからその漫画は読んんじゃいけませんっていう 感じとかその演劇なんかにこうなんつうのテレビでばっかり見てるんじゃありませんとか舞台なんかみたいなこと言うよねお母さんにねあとなんだろうなそんななその舞台で恥ずかしい役をやっている娘が恥ずかしいみたいなさこれも漫画描いてる娘が恥ずかしいってやつと重なるよねそうそうそうなんか俺ねちょっと感動したエピソードがあってそのみうち先生が当時あの松本レイ先生の奥様のマキミヤポ先生の絵がすごい好きでそっくりに真似して描いてからなんかお母さんに見つかってただお母さんが あのちゃんと自分の絵を描きなさいマネなんかしないでって言ったのってその時にミュー,ーさんがねさ、うんが一瞬すごいお母さんのことを尊敬して、うん、でそれ以来なんかあの影響を受ける人で絶対マネはしないって思っただ,っ<ー>、うん、だからやっぱ親がすごい人ほんでなんかミュー,ーさんはねとにかくその約束の日までには絶対漫画になれるっていうすげえ根拠のない自信があったんだって。<ー> みんな言うよねこれ。でもなんかんやっぱコントのナチスって本当に大事だもんね。大事だよね。大事大事。大事でも、ね、そうすごいんだよ。で結果購入、うんうん、の夏チスに書いた漫画で別冊マーガレットの千九百六十七年十月号六十周年って僕は生まれた年なんですけど、ねうん。はいおめでとうございます。デビューを果たします。お内弟子。これがそのデビュー作なんです、はいはい。はいはいはい。この山の男ダニヒト。はい ちょっとやっぱ八代雅子さんタッチですねでもね僕これ読んだんだけど、うん、すごい完成度が高いのあの16ページを使って<う>きちんと気象点結になっててほうほうものすごくよくできた漫画でこれが別の、ま、漫画スクールの金賞になったんですよ。うん、でその僕の友達で笹生奈美さんって漫画家さんがいるんですけど、うん、その人が小学校6年生の時にこの漫画を読んで「うんうん その後の別までね、新人なのに一番面白かったなってそれが。へ<ー>それで十六歳で、バツで不安になっちゃって、うん、その作品が掲載されるたんびにそのエイリのファンレターを毎回送ってたの。ほうほうほう。っていうぐらいやっぱね、ストリーテラーなんですよ、阿宮、うん、先生は。うんうん。手塚マニアだったらしいね。手塚先生もやっぱ大好きだったし、あ<ー>まあとにかく。 ファッションでめちゃめちゃ漫画を読みまくってた人だからねでたくさんのとにかくねみち先生がすごいのね初期の頃からねとにかく作品作品のジャンルが多彩なんですよはいはいはいあのミステリーだの冒険者のファンタジーだのラブコメだのもう何でも書くっていうで一番得意としてたものがね怪奇ホラーだったんですええ、そうなんだまあでもなんだろう月影先生のあの感じ 13月の悲劇っていうね漫画があるんで僕これ大好きなんだけどいい絵だねそうそうそうこれがね皆皆ささんん。ここれれ模写ですよ、がね、その当時載って僕は随分後になって読んだんですけど何がすごいってねこれね後にホラー映画の巨匠となるダリュ・アルジェントの「サスペリアとフェノメナ」にそっくりなのこの話そうなのでもね三内さんのほうはい先なのしかも10代そう だから <laughs> でもねアルジェントはねリリンちゃんのおかげだったんじゃないかとか思ってリンリンちゃんを見て作ってたう。だそうそういやだってね本当にそっくりなんだよ<ー>うんだ。もしかしたら何か同じ元ネタがあるのかもしれないんだけどわ、うん、からないそこら辺はそこら辺はちょっとわかんないけど、うん、でまあとにかくねそのもう本当に二十歳ところでも別間の看板だったんですよ。お<ー>で僕結構その当時の別間持ってるんだけど、うん、結構そのあおりのところに、うん 天才美宇津税のとか美宇津税しか書けない作品とかね、うん、結構煽りもすごいの熱いのだからやっぱすごい編集者の間でもねやっぱり評価が高かったんだ,、ね、だろうね<ー>いやアシスタントやってないってことだよねこの人ねそう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 ,そう,そうだから君もそうじゃんまあまあそう、ね、<laughs> 君もが在学中にデビューまあまあただとにかくその、うん、なんていうのかなまあ、うん 何か「はは母子もの」とかさ「惚れたはれたの」を漫画しか書いてない少女漫画の中にものすごいこう多彩なジャンルを持ってきたわけですそれその書きこなせる構成力と実力があったんで,でそれが若干二十歳ぐらいで持ってたってことなんですよね。うん、で何がまたすごいかっていうとね、うん、でこの時に書いてあったその多彩な作品っていうのがねその,その後の「ガラかめ」の劇中作にね生かされてんだよね。あそそそっかかうそう,そうなんか聞いた話だと、うん この話漫画で書こうと思ってたんだけどっていうのをストックしてあったから、それをガラスの仮面の中の劇中劇に利用し再利用してる中華再利用してるって言ってましたね。うんうんうん、だからね、うん、無駄がないというかね、すごいんだよね。まあこんな感じでなんだけど、ねはい、じゃ,あのじゃあ僕の方